私が今くつろいでいるこの場所は菜の花畑の真ん中です。美作市竹田、標高およそ330メートルの高台にある天空の菜の花畑です。この地域で農業を営む山口敦史さんらが3ヘクタールほどの耕作放棄地に2年前から種をまいています。現在およそ100万本の菜の花が満開を迎えています。まあ、その当時ちょうどコロナの時期やったりとか、世界各地で紛争があったりとか、まあ、そういう中で人々に何かこうここに来て日頃の疲れとか癒してもらって、またこう希望を感じてもらえるような場所をこの畑で作りたいなと思って。ヤギと戯れたり、ブランコに揺られたり、綺麗に咲いてるな。記者も仕事を忘れてしまうほどのんびりできる菜の花畑。実は見て楽しむだけじゃないんです。ああ、美味しそう。いただきます。うん、つぼみのプチプチした食感と、あと何よりこの菜の花の味がもうダイレクトに伝わってきます。もうこれ究極の産地直送ですね。つぼみを摘んでそのまま食べたり持ち帰ったりしても OK なんです。天空の菜の花畑の一般開放は今月29日までで、入場料は500円です。28日には菜の花畑を見下ろす手作りの舞台で、京都の能楽師による能を上映する予定です。豊かな収穫と、あと平和の暮らしっていうのをこうお祈りをみんなでしたいなというふうに思ってます。